新宮鈴園、新宮鈴園から1925年は、幕末、明治期の医者、管理、慶応義塾医学所教頭、摂津国高月生まれ、京都に住む、奇襲範囲、新宮良介の長男で、代々奇襲範の範囲を務めた、新宮家の出身。新宮良庭が資材を投じて、京都に起こしていた医学塾、家塾、新宮良庭塾で、乱暴医学を学び、 江戸に出て、叔父の松山宗案が寄宿していた、慶応義塾に住み込み、岩佐淳、青春に蘭学、医術を学び、横浜に留学して、ドクトル・シモンズに学ぶ。大学登校の教授となり、中毒療法の一辺を翻訳して上司する。横浜の従前病院に通い、杉田武史と教訓学者を起こす。明治7年に、慶応義塾医学所の教頭となり、 かつ大上官より、医術開業免許を受ける。慶応義塾医学所の教員及び、役員の杉田武史、小泉義五郎、上田藤田、前田誠志郎、松山誠二、沖野義太郎、江島春弘氏、宮田敦氏、片倉久久江、平野昌三郎らと共に、生医会、東京医学会の創立に尽力。内務省用係として年、任用係、 医術開業試験対策調査事務となる。1884年に被職となり、以降民間にて治療にあたる。A.B. 新宮鈴園氏慶応義塾出身名流列で見た商業、研究改編、実業の世界者、1909年、晩州醤油伝、新宮料亭原稿録稼働総書館公開、1932年、P37、新寮庭伝、 山本志郎、ミネルバァ処防、1968年、P253AB 新宮両国、人事更新録十4番城、番州省有伝、新宮両邸原稿録稼働総書館公開、1932年、P47。ありがとうございます。